本日もお会いできて光栄です。ゆっくりさないです。また小ネタかーと思われた視聴者の皆様も多いと思われますが、正解です。現在、うつ主の本業の方がめっちゃ忙しい繁忙期に入っておりまして、また新型コロナウイルスの感染拡大に伴い取材に行くのも控えている状況で、今回も私さなえが小ネタの紹介をさせていただきます。今回は以前ボリューム4で紹介させてもらいました中央環状王子線にあった蛇行する巨大トラス橋を上から見下ろせる絶景の展望台から紹介したいと思います。そしてその展望台は入場無料なんです。ちなみに今回の動画の映像は新型コロナウイルスの感染者が一時減っていた昨年の12月に撮影したものです。それではこの先は絶景ポイントへワープ。さてここはどこかというと、東京都北区の王子駅前です。そして王子の駅前にドーンと構える大きな建物が北区のシンボル、北トピアです。この建物にはうつ主も思い出があり、学生時代にアルバイトで北トピアの建設に若干ですが携わっていました。北トピアは北区の産業の発展と区民の文化水準の向上を目的として建設された建物で、最上階の17階には、北区をはじめ、荒川区や足立区など、周辺を一望できる無料の展望ロビーがあるんです。そして、こちらがその展望ロビーです。早速、窓の方へ行ってみましょう。足元には、王子駅前や飛鳥山公園が見下ろせて、その先には、東京都心部が見えますね。ただ、今回紹介するのはこちらの方向ではなく、東向きの窓ですので、そちらに行ってみましょう。こちらが、東向きの窓から見た景色です。そして、お待ちかねの首都高速の、あの橋が見えています。また、奥の方には荒川沿いを走る、中央環状線もしっかりと見えてますね。例のあの橋を見てみましょう。左右に蛇行するトラス橋の全貌が確認できます。上から見るとあのトラス橋の特殊な形状がより引き立ちますよね。それにしても中央環状線の交通量は多いですね。五色桜大橋をアップにしてみます。編集していて気がつきましたが、五色桜大橋は江北ジャンクション側に若干広がっているんですね。まさに、これ東京の夜景です。あ、手前を舎人ライナーが横切りました。さあ、そろそろお待ちかねの、あの橋の夜景の時間です。うわぁ、綺麗ですねー。こうして、高い場所から夜景を見下ろすと、首都高は都市の動脈という意味もわかる気がします。そして、谷類を見ない、特殊な形をした橋や高架橋を見下ろすことができる貴重な場所が、北トピアなんです。ちなみに、この映像は結構な望遠で撮影していますが、ある程度望遠機能がついている、カメラやスマホならよく見えます。また、現在北トピアでは、新型コロナウイルス蔓延防止等の処置により、建物の使用や入館時間等、利用に制限が出ております。ご利用の際は、北トピア公式ウェブサイトで、ご確認ください。詳しくは、概要欄にリンクを貼ってあります。それでは、今回の小ネタの紹介は、これにてお開きにさせていただきたいと思います。短いお時間ではありましたが、ご視聴、ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。